お母さんが抱えている子育ての本当の問題と、その問題を解決する方法を紹介します。はい、こんにちは。ライフコーチのミスターおかちです。やり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介しています。はい、今回の動画ではね、少し大きな視点で、子供を取り巻く子育ての環境において、現在どのようなことが問題になっているのか、そしてそれを解決するためにはどうしたらいいのかということを紹介していきたいと思います。今回の動画を見ていただけたら、子どものライフスキルを育める教育環境をちゃんとご家庭で整えることができ、そしてあなたらしい子育てができるようになると思いますので、最後までご視聴ください。このチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための考え方や関わり方にフォーカスした動画を配信しています。興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あとインスタでも毎日発信してますので、概要欄からつながってください。まあ、ラジオ感覚で聞いてもらえたら OK です。はい、まあ、少しずつね、慣れてきました。毎日 YouTube シリーズもありがとうございます。今日はね、子育てにおいての今の本当の、まあ、本質的な問題は何かっていうことなんですけど、まあ、こういうことだと思うんですね。子育てが子育てになっている、まあ、孤立しているということですね。昔は地域の中で、そして地域の中で、近所の中でこう子供を育ててた、こっちだね、こっちな状態が、今は完全に子育てっていう世界の中ではもう自分しかいない、親御さんと子供のその関係性しかないということで、まあ、子供を取り巻く環境としては孤立してしまっているっていうのが今の大きな問題なんじゃないかということですね。で、昔やったらね、近所の人とかと一緒に遊んでもらったりとか、近所とか街ぐるみ、そのコミュニティで子供を育てるっていう関係とか、考え方が一般的やったけど、今はね、近所の方の名前さえ知らないとか、近所の方とのつながりというのも薄くなってきてる。おじいちゃんおばあちゃんとかとも、離れて暮らしているっていう家庭も増えているので、何か困ったことがあっても、すぐに頼ることができないとか、相談することができないっていうこともありますし、いろんな情報がいっぱいやってきますよね。あんなことやった方がいい、こんなことやった方がいいよ、英語早く会話した方がいいよ、プログラミングやった方がいいよとかね、探究学習、中学受験はどうすんねんとかね、自然学習した方がいい、夏はキャンプやった方がいいとか、いろんな情報、いろんなママ見てて、いろんなこと言われて、僕もこんなこといろんなこと言ってて、いろんなこと聞いていると、何が正しいかわからなくなるってことで、で、なんか自分だけやってないのが不安になって焦ってしまって、じゃあ子供にあれもやらさなあかん、これもやらさなあかんって言って、体験を詰め込んでしまったり、なんか自分自身が焦ってしまって不安になってしまったり、そういうこともあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、そもそもね、共働きの家庭も増えてるので、もう親御さん自身が忙しくなってる、もう子供さんと向き合う時間もないし、もちろん体力的にね、向き合う気力もなくなってるっていうのも今の問題としてあるんじゃないかということです。まあ、まとめると、今の子育ての問題っていうのは、今のこの子育てから孤立した子育てになっているんじゃないかと、大きく言えば3つということで、まずはつながりが薄くなっている。近所の人とのつながりもそうやし、親とのつながり、おじいちゃんおばあちゃんとのつながりも薄くなってきているから、困った時にすぐに頼れないということ。で、情報がとっても多いから、子育ての情報で、何が正しくて何が正しくないのかっていうのが分からなくなって、子育てショッピング状態になっている。あれもやらなあかん、これもやらなあかん、これもやって、あれもやってみたいな状態になっているということと、もう一つ三つ目が、時間がない。忙しいということですね。共働きの家庭も増えていて、自分自身も心に余裕がない、時間のゆとりがなくなっている。その中で、あれも子供に、あれもやった方がいい、子供にこれもやった方がいいっていう情報だけが入ってくるから、気持ちだけが焦ってしまって、疲れてしまうっていう状態ですよね。こういう問題が今現実的にあるんじゃないかということを、まあ、僕もね、いろんなお母さんの相談とかを聞いてて、そんな感じなのかなーっていうふうに思ってます。本当に今子育てを頑張られているお父さんとお母さんに本当にリスペクトでございます。はい。じゃあ、どうしたらいいのかっていうことなんですけど、今日はね、3つの
提案をさせていただきたいんですけど、まず一つ、これがね、まず一番大事なんですけど、いつも言ってる通り、まずは自分を整えるということですね。まあ、あれもやらなあかん、これもやらなあかんっていうふうに、こう、一生懸命頑張るのは大事なんですけど、頑張れば頑張るほど、子供にとってプレッシャーになるし、自分も疲れてしまって、で、子供のいいところが見えなくなってしまうんですね。それは子供にとってもあんまり良くないことなんですよ。だから頑張れば頑張るほど、子育てって失敗するんです。はい。なので、まずは頑張る前に、自分が元気になる。はい。これがね、もう、ま、大鉄則ですね。相手を幸せにしたいんだったら、自分が幸せにならないと、子供を幸せにすることできないですね。子供に与えることができないので、まずは与えられるだけの十分なエネルギーを持つ。お母さん自身が、そしてお父さん自身が幸せになる。これがまず大原則です。自分を満たすってことですね。シャンパンタワーの法則ってありますよね。こう、シャンパン、ピラミッド状のシャンパンタワーがあって、その全てのシャンパンを、満タンにするにはどうしたらいいのかって、一番下から満たしたら上の方は満たされないんですね。これを一番上から満たしていくんですね。一番上のグラスにシャンパンを注ぐと、そのシャンパンが満たされたら、その次の段が満たされて、その次の段が満たされたら、その次の段が満たされると。まずは自分を満たし、自分が満たされたら家族が満たされる。家族が満たされたら友達が満たされる。友達が満たされたらコミュニティが満たされる。コミュニティが満たされたら街が満たされて、街が満たされたら国が満たされ。国が満たされたら世界が満たされる。みたいな感じ。まずは自分なんですね。この順番が間違えてしまったら、自分はずっとこう、頑張ってるけど、全然幸せを感じないという状態になって、余裕がなくなり、結果、子供にも辛く当たってしまうってことがあるので、まずは自分を満たすということ。ここが大事です。まずは自分を整えるということ。自分のために時間を使う。自分のためにお金を使う。はい。自分のためにお金を使う。もちろん家族のために、子供のためにあります。でも自分のためにお金を使う。このお金を使う。ちょっとね、なかなか普段されてない方もいらっしゃると思うんですけど、自分のために時間を使うことができて、お金を使うっていうのはね、ちょっとこう抵抗がある方もいると思うんですけど、でもその自分のために投資をすることは、その結果子供のためにもなるんです。で、お母さんが笑顔になって、お母さんご機嫌になってニコニコになったら、子供のいいとこが見えるようになって、ちょっと小さなことも許せるようになるんです。子供のいいとこ、悪いとこを注意するんじゃなくて、いいとこが見えるようになって、そのいいとこ見えるから伝えられるようになる。そうすると子供も元気になって、子供も自信がついて、そして自分からやってみようってその勇気が湧いてくるんですよね。だからそういう意味で、自分のためにお金を使うことは、子育てへの投資というふうに考えていただいて、自分をご機嫌にするということ、自分を整えるということ、これまず第一にしてほしい。ということがまず一つと、もう一つは、安心できるコミュニティを持つ。そうなんですよ。いろんな人がいろんなこと好きかっていうから、自分がこの人を信頼できるっていうコミュニティにをちょっとね、入ってみる。もう自分一人で子育てを抱えてもしんどいし、困った時相談できないんで、安心して相談できる、そういう友達であったり、子育てのコミュニティであったり、まあ自分が好きなね、なんか習い事って何でもいいじゃないですか。英語でもええし、自分が好きな、なんだろうな、まあお茶でもいいじゃないですか。そういうコミュニティの中で、そういう安心できる関係性を作る。コミュニティを作るっていうのはすごい大事なのかなと思ってます。で、このね、僕もね、子育てコミュニティを作ってます。LINE 講座でね、やり抜く子の育て方っていうことで、そこでね、定期的に、なんやろね、子育ての相談会をやったり、子育ての実際のトレーニングをやったりとか、悩んでることとかをみんなにシェアするって会とかも、もうこれからね、やっていこうと思ってますので、興味がある方は概要欄の無料LINE 講座をポチッと押してもらって、友達追加してもらえたら嬉しいです。はい。そのように安心できるコミュニティであったり、困った時に相談できる友人であったり、仲間を作るってのはすごい大事です。孤立しないためにはすごい大切なのかなと思ってます。で、三つ目。これもね、すごい大切なんですけど、子育てのビジョンを明確にするということです。いわゆる自分軸ですよね。自分の軸を作るということです。これからの世界というか、これからの社会というのは、何が正しいかっていうのはね、誰もわからないんですよ、結果。これが正しいという絶対的な正解がない中で、自分の中で納得する、しっくりくる答えを見つけていくっていうことがすっごい大事なんですよ。で、すっごい情報が多いじゃないですか。その中で何をこう情報で得て、何を手放すのかっていうのを判断する自分軸が必要なんですね。自分軸。その軸を考える上で一番大切なことは子育てのビジョンです。そのお子さんをどういうふうに育てたいのか。どういう大人になってもらいたいのかっていう、その子育てのビジョンを持つということ。こういう大人になってもらいたい。だから、こういうことが大切だよねっていう価値観が生まれてくるんですね。その子育てのビジョン、子育てのゴールがあるからこそ、それを達成するために大切な考え方、大切な信念、大切な価値観っていうのが明確になってくる。だから、その、
ビジョンがない限り、いろんな情報が出た時に、この情報はいる、この情報はいらへんっていう、取捨選択ができないんですよ。だから全部取り込んでしまうんですね。全部取り込んで、まさに子育てショッピング状態で、あれもこれも子供にやらせてしまう。で、子供も混乱するし、もう、その一貫性のメッセージ、一貫性のないメッセージを発信すると、子供はどうしたらいいかわからない。だからこそ、親御さんが、子供をどうしたいのかっていう、自分軸を持つ。軸を持つ。その大事な、まず一番最初にするべきことは、やることは、どういう子供を育てたいのか。その10年後、20年後、どういう大人になってほしいのかなっていうところ。そこをまず言葉にするということですね。どんな時代になっても、たくましく自分らしく生きてほしいとかね。やりたいことを諦めない子供になってほしいとかね。人の優しさを、感じられる人間になってほしいとかね。どんなビジョンでもいいので、それを言葉にする。で、それをパートナーと共有する。お話しするってことがいいですね。お互いがゴールがバラバラやったら、話が合わないんですよね。私こんなことしたいって言ったら、お父さん、いやこんなことしたいってなった時に、ゴールが一緒やったら、そのゴールを到達するためには、A 案と B 案どっちがいいって言えるんだけど、ゴールを共有してない中で、私はこっちがいいと思う、私はあっちがいいと思う、いや、どっちもいいんですよ。どっちもいいんだけど、そういうお子さんを育てたいって考えた上ではどっちがいいですかっていう話し合いができるようになるんですね。パートナーで。だからこそ、自分軸を持つ。そして自分軸をパートナーと共有する。これすごい大切なのかなと思っています。はい、今日はね、子育てをされている、親御さんが本当に抱えている問題とその解決法にフォーカスして、情報をお話しさせていただきました。僕が考える今の問題っていうのはもう子育てが子育てになってるんじゃないか、孤立してしまってるんじゃないかっていうことで、まあ、大きく今3つで、まあ、つながりが薄くなっているということ、そしていろんな情報が溢れている社会で、子育てショッピング、何が正しいか何が正しくないかがわかんなくなっているということ、そして、共働きの家庭も増えているということで、時間にゆとりがなくなっているという現状があるんじゃないかと。で、それを解決するためにも3つで、まずは自分を整える、自分がご機嫌になるということ、自分が幸せになるということ、親が幸せになるってすごい大事なんで、まずはそれ、自分ファーストでいきましょうということと、もう一つは自分が安心できるコミュニティを持つ、困った時に相談できる仲間であったり友人を作るということ。で、3つ目は自分の子育てのビジョンを明確にする。大人になったらこういう大人になってほしいというビジョンを明確にして、それをパートナーと共有する。なぜ自分がそう思うのか。そういうことを共有することで、子育てにおいて大事にしたい指針っていう、こう、自分軸っていうのがね、明確になってくるので、いろんな情報が入ってきても、この情報は必要だ。この情報はいらんっていうふうに、ちゃんと取捨選択できるようになってくると思います。はい。ということで、今回の動画、少しでも勉強になった、ためになった、おかっち頑張れという方は、いいねボタン、高評価ボタンを押していただいたら嬉しいです。このチャンネルでは、子育てを頑張るお父さん、お母さん、子供の教育に関わる方に向けて、やり抜く子育てるための関わり方にフォーカスした動画を配信しています。興味がある方は、チャンネル登録ボタンポチッと押してもらえば、最新動画を見逃さないので、よろしくお願いします。あとね、先ほどにもお伝えしましたように、無料 LINE 講座、やり抜く子の育て方っていう、子育てコミュニティを作っております。そちらでは、実際にどのように声をかけたらいいのか、どういうふうに家庭環境を作ったら子供がやる気が出るのかっていうことを具体的に動画やコラム、そしてテキストメッセージで配信してます。よろしかったら概要欄からポチッと押してもらって友達追加してください。はい、以上です。The End。それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。